よ。かしこまりました。はい、お願いします。はい、はい、はい。イメチェーン。ともみイメチェーン。ともみひょん。お、どうした、これはあれか。スタートマドリンだね。ちょっと腰。ここからだ。かわせろ。頼む。寒くなってきた。もうちょっと預けてもいいんだけどね。この背筋のこのラインね、反ってるでしょ。これがね、こう良くないんだよな。背筋の反りちょっと直そうか。の問題なのね。ちょっと腰が反るっていうね。ね、もう少し胸抜いて、溝打ちから少し抜いて、骨盤から溝打ちぐらいまで背筋がまっすぐ。ほら、ね、湾曲しちゃうでしょ。逆反りみたいになっちゃって。これをまず直そっかな。で、腰の位置10センチの時に内膝がね、返ってると、内側にシフトするんだけどな。ほら、また反ってるでしょ。このシワの寄り方ね。背中のね。これまず変えよっか。ふぅ。ほら、またこれ反ってんじゃないの。内足が返らないとちょっとブロックしちゃうの。ほら、この背中のこの湾曲ね。ここをよく見といて、内足のアウト。前じゃないよ。横だよ、横。肩力入ってんな。これ肘伸びてるでしょ。肘、左肘、ほら伸びてる。この肘ね。力入れちゃダメよ。上半身。まだ足首こうねじってるね。ねじってつま先の向き変えないで曲がれんだけどね。ちょっと無線のバッテリーなくなっちゃって。そうみたいですね。はい、ちょっと一歩一緒に行きましょう。はい、ちょっと長すぎますか。
いやいや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。おせっかいね。内すねしっかり進行方向出して、右に左に内すねしっかり出す。内すね、内すねしっかり出す。内膝の裏に外膝が来るような、こういう外こう絞っていくんで、膝の内膝の横に来るようにしていきますかね。内膝の後ろに膝が来ちゃうって、外膝がね、こう外スキーがグーって少し前にこう足首をヒュッてこうスナップさせて前出しちゃうのね。ヒュンって、少しね、外膝が内足の膝の裏に回り込んじゃうぐらい前後差ついちゃうんだね。そう、まだこっちの方がいいね。外突き遅れてきそうになったのを前に進めて、ちょっと回しすぎないようにね、もう少し落下力ある中で、ターンコ浅い中でやると、上体の振り込みちょっと弱くして、そうそう。